松平直明は、江戸時代前期から中期にかけての大名。越前国王の藩二代藩主、張間国明石藩初大藩主。下には、十四位、下市忠、直ら家越前松平家二代。明暦二年越前王の藩初大藩主、松平直義の三男として、江戸にて誕生。兄二人が直明の出生前に没していたため、罰死ではあるが、四次候補となった。 万治元年に、両国の王野へ移り、同地で育つ。漢文七年、江戸に赴き正式に、なおらの聖子となり、初めて四大将軍、徳川家綱に、おまみした。漢文九年、十五位した、若さ守るを助任する。漢文十一年、伊予国松山藩主、松平定頼の幼女、戦記を正室として迎えた。 遠方三年、十四位下に昇進する。遠方六年、ナオラが没し、大野藩を修法する。天那二年、一万国家族の六万国で、赤市に天保となる。元六十年、三正家国津山藩主、森修理が海域となったため、津山城受取に赴いた。元六十四年、家徳を、長男、自家常に譲って隠居した。翌元六十五年、 東一の神を称する。教法元年、性質の仙記が病没する。教法六年、赤史上二の丸にて病没した。教年六十六。土アクターダーダキによれば、以前は美女を多数集めて株を好んでいたが、今は止めたとされている。また、首相の器に傷もされている。長次手の地、浄土宗を信仰していた、灯されている。 兵庫県神戸市西区にある岩岡神社では須佐能の御事と共に松平直明を祭人としている。ありがとうございます。